オットポートはフィットするか。いや、まあ、フィットするかどうかっていうよりも、ラプターズの課題は、ベンチメンバーをとにかく試合に出すっていうことだったと思うから、だから試合に出せそうなクオリティのある選手を、獲得しなくちゃいけなくて、だからなんでサディウス・ヤングのために一巡目指名一枚出して、そうまでしてサディウス・ヤング取ったかっていうと、まあ、まず一つは、二巡目指名に変わってるんだけど、その二巡目指名の価値が高いからっていうのが一つね。で、プロテクトもトップ14までかけてるから、まあ、1位から14位以内だったらラプターズの手元に入るし、まあ、15位以下だったら、スパーズに取られてはしまうんだけど、まあ、でもそれを二巡目をつけてもらうことで、で、この2巡目っていうのは、デトロイトピストンズかシカゴブルーズ、どっちか、お好きな方どうぞっていう感じの条件の2巡目だったと思うから、まあ、結構価値の高い、高順位になりそうな2巡目ですと。まあ、そういうのもあって、まあ、1巡目出してもいいかなっていうのはあるんだけど、まあ、もう一つは、サディウス・ヤングがラリーバード権持ってるっていう話で、去年からね、まあ、ベンチ問題っていうのは抱えてたわけじゃん。てか、まあ、去年から発生してるんだけど。そのベンチ問題を解消するためにトレードは起こしたんだけど、それは今年だけの話じゃなくて、結構長期スパンで考えたかったっていうのもあって、そのノンバードの選手とか、だからいい選手だけど、まあ、バード権がノンバードとかの選手になってしまうと、まあ、あんまり引き止めるその材料としては、ちょっとね、心もとないっていうのもあって、で、まあ、ラリーバードを持ってるサディウス・ヤングだったら、まあ、圧倒的に引き止める上でラプターズが有利っていうのもあって、まあ、獲得に踏み込んで、で、実際そのサディウス・ヤングと契約延長を結んでると。2年間ね。ただまあ、そうまでして取ったんだから、もうちょいサディウス・ヤング契約金もらえるかなって思ったらさ、2年で16ミリオンしかもらってないよ。で、しかも最終年保証されてる額が1ミリオンっていうね。で、今年8.2ミリオンの最終年が1ミリ。まあ、なんか、めちゃめちゃお買い得な結果トレードにはなったんかなっていう。使おうと思えばあと2年、そのベンチメンバーとして使えるし。で、実際に去年サディウス・ヤングはね、全然ベンチ使われないっていう中で使われてきた選手だから。と、あとはまあ、ブーシェだ。ブーシェと3年契約結んで、7人は固いかな、今年も。サディウス・ヤング、ブーシェ、スタメン5人。バンブリード、トレント・ジュニア、スコッティ・バーンズ、シアカム、アンヌノビーね。まあ、そこに、まあ、オット・ポーターが入って、今年は8人ローテはできるんじゃないかなっていう感じはするけど、まあ、これがどうなるか。まあ、ここにアチュアとかが加わるのか。まあ、エルナン・ゴメスとかは、ちょっとニック・ナースの元だとあんま出番なさそうな気もするんだけどね。ミハイルクとかね。あとはバントンはどれだけ伸びてるかっていう感じはするかな。あ、オットポートがフィットするかどうかっていうのは見てみないと何とも言えないけど、あんまりフィットしないんじゃないかなっていうのが個人的見解ね。ただ、オットポートはもうかなりサイズのあるウィング選手だから、まあ、そういう意味で、なんだろうね。ラプターズっていうチームに入る上での必須条件をクリアしてたっていうのが大きいかな。終わります。お疲れ様でした。テレレテレレテレレテ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 レ